春にクラピアを植栽する方への大切なお知らせ。暖かくなってきたのでクラピアの苗を購入して植えようかとお考えの方もいるでしょう。そんな時期に多いトラブルを今回はお伝えします。春に苗を買って植えたが全く育たないと相談を受けることがあります。原因のほとんどは気温が低いために生育不良を起こしているケースです。日本列島は南北に長いので植栽適期が地域によってかなり違います。クラピアであれば東北と九州では2ヶ月ほどの差になるので注意が必要です。一般的には4月からと書かれていますが、寒い地方や標高の高い地域ではそのタイミングだと早い場合があります。逆に暖かい地方の方は早めに植えても問題なく育ちます。一日でも早く庭を緑で覆いたい気持ちはわかりますが、どんなに早く植えても生育に適した温度にならないとクラピアは広がりません。また寒い地方では遅霜などの寒害を受けて広がらないどころか苗をダメにしてしまう場合があります。焦らずに暖かくなってから植えるようにしてください。平均気温が10度を超えてくるとクラピアは成長を始めるので、植栽もこのタイミングから可能になります。平均気温だと分かりづらいので私は桜の開花を目安にしていました。植栽予定地のソメイヨシノの花が咲き始めればクラピアを植え付けても問題なく育ちますので、今年植えられる方は参考にしてください。はい、今回は春にクラピアを植栽する方への大切なお知らせでした。クラピアチャンネルではこうしたクラピアの情報を発信中です。ぜひチャンネル登録してお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。